君はプライド、優しい笑顔、優しく溶けます。コーヒーにプライド。12月6日は日立ふれあい感謝デー、7日は日立ふれあい感謝デー、8日は日立ふれあい感謝デー。楽しく選べる3日間、いいもの揃えてお待ちしてます。の鈴鹿サーキットです。 JAF 鈴鹿グランプリ、決勝レース当日を迎えました。考えていますと今年のモータースポーツの最後のビッグイベントという感じでもございますが、堤智彦さんに伺います。1年間振り返ってみると時間の経過は本当に早いものですね。本当にそうですね。まあ、そして振り返ってみますとですね、中島剛という感じがしました。まあ、星野選手も非常にこの、不運なトラブルに見舞われまして、ね、ちょっと隙がなかったですね、はい、そんな感じがします。ただ今回のですねこのグランプリ面白いのは、もちろん中島選手がポールポジション強いんですが、これを言いましてですねヤマハ松本選手、あるいはですね BM の、国光選手、この辺りも絡んできますのでね、星野選手を含めてこの4強がいかに戦うか、とにかくやはり予断が許さない感じですね。中島選手も負ければあいつは気を抜いたと言われる、それが嫌だからというふうに言ってましたし、他の選手にとりましてもグランプリウィナーというこの名前は全然違うんでしょ。もちろんそうです。大きなイベントです。それから最後のチャンスですから、とにかくホンダヤマハのこの絡み十分に楽しんでいただけると思いますね。はい、ところでピットレポートの方はいつもの通り今宮潤さんと多田瞳さんです。今宮さんね、何かちょっとピットの方が慌ただしかったですね。はい、そうですね、最後までそのベストを尽くそうということでですね、エンジンが朝、壊れたりとかちょっと調子がおかしいっていう人が今日は多いんですよね。ですから、2列目に並んでます松本選手、ヤマハ、高橋国光選手の BMW のエンジンを交換今やってますし、それはちょっとやっぱりグランプリをすごく、いいレースをしたいというね、気持ちがすごく感じられますけれども、グランプリだからぜひ勝ちたいというね、そうですね、そんな感じがあるわけでしょうね。その辺は多田さん、ピットの方全体に流れる雰囲気じゃないかと思いますが、いかがでしたか。そうですね、特に若手選手、萩原選手ですとか松田選手、鈴木あぐり選手のあたりが特に意気込み感じられました。またそういえば女性のファンがね、随分多いみたいでしたね。そうなんです、今回女性ファン多く見られまして、若手選手が人気集めてましたね。そうですか、また後ほどお二人にはザ・サーキットのコーナータイムアタックに特に焦点を合わせまして、100分の1秒、1000分の1秒、各ピットがどんな動きを見せるのか、その辺を取材していただくことになっておりますが、この辺はまたファンの皆さんをご一緒にお楽しみいただきたいと思います。この番組はブリヂストン、秀光興産、アライヘルメットとご覧の各社の提供でお送りします。朝がやってきます。これが新しいアコードエアローデッキ。筋肉は水で動くマシンだ。しながら飲む高機能スポーツ飲料ゲーターレイド。
イライン、アポロマークの出光。今日はお祭りです。モータースポーツを愛する全ての人にポテンザブリッジストーン。各マシーンがレース前のウォーミングアップランに入っています。 JAF グランプリ F2 レース、このウォーミングアップは10分間です。その後スタートを迎えますが、鈴鹿そして全日本ダブルクラウンに輝いております中島、予選でも圧倒的な強さを見せました。予選の1回目ではトップに立った星野を見事2回目で逆転、ポールポジションを獲得しております。スタート順をめぐりましてドラマを展開したタイムアタック、予選の模様からご覧いただきましょう。予選は1000分の1秒を争うタイムアタックです。各チームともマークした相手チームのタイム、あるいはレースの駆け引きに神経を尖らせます。その場で活躍するのが ATCS と呼ばれる全自動掲示システムです。今宮さんと多田さんの2人に伝えてもらいましょう。今こういうスクリーンにタイムが出てますけれども、まあ簡単に原理としてはですね、車の方にこういうまあこれだけの機械が、まあちっちゃいもんですけどありまして、これがそのちょうどロールバーですね、あのドライバーの背中ヘルメットの後ろについてる、それがまあ、 あのピット用にこういう向きでこうついてまして、ここからその光が出るんですよね。でその光信号で、このピットの上になりますけれども、受ける、まあ、受光器がありまして、その、発信機と受光器で受けたところで、まあ、一つのそのそこで、その車の、通過する時間っていうのがそこでチェックできるわけですよね。で一周回ってきてまた何分何秒後にピカッとこう、まあ、光るん でこれが全部の、出場している今車全部についてて、それで、各社のタイムがチェックできるっていう、そういう、まあ、非常にですか小さくてコンパクトですね。そうですね。開発には随分苦労があったと思うんですが、はい、どういう点が一番苦労しましたか？まず最初距離が距離とスピードですね。普通の状態ですと、5メーターの、まあ、時速60キロぐらいだったら普通なんですけど、一応こういう車の場合は50メーターぐらいの距離から300キロぐらいのスピードで走りますから、要するにその本当に何、まあ、1000分の1秒ぐらいの瞬間に拾わなくちゃいけないということで、それがもう最大難点ですよね。はい。まあ、各チームにその発信機をつけてもらって、でそれで、その代わりこれを画面をサービスするということで、そうですね、一応つけてもらう以上は、うちのレーシングチームだけじゃなくてギブアンドテイクで俺たちも見せろと。で一応見せろっていうと要するに線をつなげるわけにいかないので、いろいろ減衰 しちゃいますので、じゃあテレビの無線でいいじゃないかということで、うん、皆さんには全て家庭用の、テレビを持ってきてもらうことになってるんですけどね。グランプリの予選は2日間にわたって行われましたが、1回目の予選では星野がコースレコードをマーク、1分56秒156、2番手が松本、そして中島は本番用のソフトタイヤを使ったせいもありまして3位でした。これは予選2日目の模様なんですが、上位のマシンは鷲見さんなかなか出ませんでしたね。そうですね、まあ、とにかく、まあ、いつものパターンですと外人勢あるいは中島選手あたりがね先に行くんですけども、まあとにかく今日はでも同じ選手が走りますね。まあ前日よりもこの日は気温が低いですからね、まあいいタイムが出るだろうと予測されてますね。中島が出た後星野松本がピットを出ようとしています。とにかく中島がこれはコースレコードを更新したという、まあ、ギリギリの時間だったんですが、そういうニュースも入ってまいりまして星野松本も出ていきました。この辺りが微妙な駆け引きであります。1位に上がりましたね。そうですね、10周目の一番最後の周に55秒740ですから、もちろんこれはコースレコードということで、やっぱり最後の最後に出すっていうのは、まあ、中島選手はよくそれで決めることあるんですけれどもね、今日はその中島選手のポールポジションを取るパターンで一番最後にひっくり返しちゃいました。
中島がこれで連続6戦ポールポジションを取ったことになります。星野はさらにもう一度巻き返しを狙いましたがダメ、結局2位であります。スタートまであと数分というところになりました。堤さんいかがですか。そうですね、まあ、中島選手がですねこの星野君の出したタイムをどういうふうにして破るのか、まあ、興味があったんですけども、さすがに集中してますね。星野のマシンが止まってますね。これはね130Rの手前のバックスリッチみたいですね。あ、星野選手は降りてますね、マシン降りてますね。ということは星野選手自身はダメージはないんですが、何があったんでしょうか。マーシャルカーが出まして星野選手のマシンを牽引するということは相当なこれはマシントラブルということになります。思いがけない波乱、スタート前ですからね。そうです、もう時間がありませんからね。まあ、星野はあの鈴鹿の第2戦でもレース前のフリー走行でクラッシュというのがありましたし、これでピットへ入りまして修理ができればピットからのスタートというのもあるわけなんですが、時間がね、時間がありませんからね。それにしてもともう並んでますからね、はい、各マシンの方はスタートグリッドにつこうとしております。これからフォーメーションラップが開始されるわけであります。ではこのレースに出場するドライバーとマシンをご紹介しましょう。予選1位1番エプソン 85J ホンダの中島悟、コースレコード1分55秒710をマーク。これで全日本シリーズ6戦連続のポールポジションです。今年は不運に泣きました2番ラーク 85J の星野和義、必勝を期したこの最終戦でもトラブルとありましてスタートできますかどうか。ヤマハエンジンにとって予選3位はこれまでの最高です。ヤマハも初の1勝が欲しいところ、8番 LM スポーツマーチ 85J の松本圭司、15歳ベテランが大健闘、25番アドバンマーチの高橋邦光、ホンダヤマハを向こうに回して BM エンジンで4位は立派です。今年はヨーロッパ勢の参戦がありません。ちょっと寂しいんですが外人勢のトップに立ったのが10番アドバンマーチホンダのロベルト・モレノ。シーズン初めからヤマハエンジンにかけました7番セブリングベストハウスヤマハのジェフリース、ヤマハエンジンの熟成に貢献しています。F1 に進んだヨハンソンの後釜に迎えられたのが11番アドバンマーチホンダのケネス・アチソン、富士で外人唯一の1勝を挙げています。 JPS トロフィーレースで2位、健在ぶりを示したベテラン5番佐川急便スピードスター 85J の長谷見正弘、 F2 レギュラーになって3年目、このところ心境著しい活躍を見せる16番ウォルター・ウォルフレーシングマーチ 85J の萩原明、今年からホンダパワーを獲得しました。表彰台に2回乗っています6番佐川急便スピードスターホンダのエジェ・エルベ、24番アドバンマーチ 85J の高橋健二、3番ロンシャン XR3 スピードスター842舘義弘、26番マーチ842回の和田隆雄、17番ポカリスウェットウーン 85J 松田秀志、22番コカ・コーラマーチ842の鈴木亜美、18番高橋車両マーチ842中郷さん、33番トライデントマーチ842清水雅智、2番イーウィングワークスペシャル中本健吾、以上18人のドライバーとマシンによって争われる今年の鈴鹿 F2 シリーズ最終戦 JIF グランプリレースです。各マシンがフォーメーションのラップから戻ってまいりました。星野がどうやらダメのようですね。まあ本当にね星野選手今年はついていませんね。もう初戦でとにかく独走してあわや優勝という時に吠えるなそうでしたので、はい、まあ完走できず、また第2戦もフリー走行中にこのクラッシュしましてね、スタートし本当に今年の今シーズンついてないって感じですね。全車グリッドオンが済んでおります。今回は35周レースいよいよスタートであります。先頭におりますのは中島、いいスタートを切りました。インから予選後に10番のモレノも好スタートを切っております。中島モレノこの辺りがいいスタートなんですが、松田が出遅れてますね。1台ちょっと引っかかってますか。画面の右の端の方で一番下で1台マシンがあっております。グランドスタンド前白いマシーンがトラブルを起こしているのがちらっと見えました。中島モレノ松本リース淳さんの各マシーンが1コーナーを通過したんですが、やはりトラブルはこれ中野ですね。そうですね、スタートの時もなんかちょっと他者と接触でしょうかね。各マシーンがダンロップゲートへ向かっております。順位をチェックいたしますと中島モレノ
レシャル松本ピースアクションと続いております。高橋邦光エルヴ萩原太智高橋健二和田鈴木長谷美清水中本という順位になっています。中島ともでもがいいスタートですね。そうですね、まあ、中島選手はライバルの星野選手いませんからね、で本当にいいスタートしましたね。セコンドに入れてグッとね、それから立ち上がるあたりはなかなか光ってなかったですね。では星野についてピットから伝えてもらいましょう。タチさん一斉にスタートしましたが、はい、スタート前に思わずハプニングがありましたね。星野選手そうですね、ウォーミングアップの時に星野選手が止まってしまいまして、原因は、最初ミッションかなっていう話もあったんですけれども、結局デフギアですね。ですから車がもうそのエンジンは回るんですけれども、結局、車輪が回らないわけですよね。ですから、車輪が回らないというか、エンジンがその駆動力が全然タイヤにかからないということで、うまくペースカーに引かれて戻ってきたことは戻ってきたんですけれども、もうレースできないからスタートの時点でもうリタイアですね。ダブルタイトルの中島に対して星野がどんな意地を見せるかの面白いところだったんですが、残念ながらリタイアです。どうやら中島が独走体制を作ったんですが、その後10番のモレノと8番の松本がいい争いをしています。これは、ね、面白いですね、とにかく松本選手がなんとかですねこのモレノ選手を抜こうとしてアウトイン、今アウト行きました。そうするとモレノ選手が巧みにねスムーズにこう、防御しましたね。この辺りは、ね、なかなかうまい防御ですね。トップに立ちまして安定した走りを見せております中島、モレノ、松本とその差を少しずつでありますが広げております。レースの勝ち上がりは中島の独走という格好になってしまいました。これは清水スピンをしましたね、グリーンゾーンへ飛び出しましたが、これはどうやら再スタートが切れそうです、はい、清水がスピンの後再スタート、これは松田です。松田が一周した後戻ってきたんですが、フロントウィングがぐしゃぐしゃですね。どうやらスタートの時かなりホイールスピンしたんで車が横を向かったというような絶対ですよね、はいはい、松田がフットイン、スタートでスピンになっているところが中本の衝突だったのかもしれません。松田にしてみれば予選タイム初めて2分を切っただけに残念でしょう、はい、残念でしたね。これはリースですが、これいい位置につけてますね、4番手ですが、とにかくリース選手今年はなかなか頑張りました。ヤマハエンジン十分開発に貢献したと思いますね、ここまで来たわけですからね。とにかくこのマシンを浦拓也さんのデザインで変えたそうですね、リアサスペーションの GM というのも変わってますので、ね、かなり伸びと言っていますけどね。まもなく3周ですね、依然としてトップは中島、10番のモレノと8番松本、2位争いが面白くなっています。ただ手元計測で中島は1分58秒後でモレノに1秒の差をつけてしまっております。レース前に松本は確かエンジン交換というそうですね、もうとにかく不調だったんですが、慌ててもメカニックが朝のウィンアップランナーと、ね、交換しましたけどね、これは松本選手だけじゃなくて国さんもね、やはりエンジンの水がなくなってしまうというようなことで交換してましたし、今日のレースはですねこれも全員何かドライバー非常に興奮してますね、やはりグランプリと名が付きますとね、やはり最大のイベントですから、これとにかくいいところを見せなきゃいけないということもありまして、今日は白熱したレースが期待できるそうですね。低い位置のカメラでご覧いただいておりますが、デグナーの入り口です。1位の中島と2位モレノの差がさらに広がっています。半周しただけで1秒から2秒半ぐらいと広がってしまいました。中島早いですね。いやこれはねすごいですよ、とにかくね、ぐんぐん画面に映ったらどんどん行ってしまいますけどね、中島選手のこの速さの秘密、おそらくね、この鈴鹿を走り込んでるんだろうと思いますね。F1 のテスターをやってますんでね、とにかく F1 マシンをもう自由自在に操るようになると、この F2 マシンとは運転の差、非常にシビア、しかもコントロールが難しいマシンですから、それで練習を積んでますと、とにかく鈴鹿の走りがずっと楽なんじゃないかと思いますね。ただこのグランプリレースはいつもよりも5周多い35周です、それだけにモレノ松本が食いついていく可能性もねまだまだありますね、はい、レースは3周目から4周目へ差し掛かろうとしております。順位をチェックしますが、依然としてトップもちろん中島です。その後10番のモレノ、8番松本と続きまして、7番のリース、11番アジソンが続いています。さらに25番高橋邦光、6番のエルヴという順になっております。
中島のラップが1分57秒台と、これもっと速くなりました。速くなりましたね。まあ、とにかく星野選手がいないというんで、まあ、ある意味じゃね、中島選手はつまらないと思うんですね、はい、ただそれだけに非常にクールに走るんじゃないかと思いますね。鈴鹿 F2 JAF グランプリレース、中島独走体制です。スポーツは始まっている。コーナーの E が、340E が新登場。ブリッジストーン。全米50州全てを飛ぶただ一つのエアーライン、ユナイテッド。アメリカでのビジネスにはアメリカのスケールを、だから日本からずっとユナイテッド。誰よりもアメリカを、ユナイテッド航空。全日本ロードレースチャンピオン、平忠彦。ナンバーワンは厳しいトレーニングで勝ち取った。今ターゲットは世界に。アライヘルメット、レーシングスペシャリティーズ。レースは11周目に入りました。トップ中島、ワンマンショーを展開しております。すでにダブルタイトルを決定。ライバルの星野がおりません。気楽に走れるということはありましょうけれども、そういった心理的なものはともかくとして、中島の方は手を全く緩めません。1分57秒台というハイペースでやります。そして2番手争い、10番のモレノ、8番松本、ようやく鈴なりのグランドスタンド前を通過いたしましたが、中島との差はなんと19秒22。大変な差がついてしまいました。中段グループがやってきております。5位争いは11番がアーチさん、その後ろ25番高橋邦光、6番エルグ、16番萩原。高橋邦光がエルグを見事に抑えました。とにかく福井さんは GM 勢の中でトップですからね、このホンダ山も相手にしているわけですから、さすがですね。高橋邦光とそれからエルグの攻防、まあ、うまくブロックしたシーンがスローで撮ってございます。一つこれをチェックしていただこうと思いますが、さあこの前から2番目にいるのが邦さんですね、はい、邦さんの後ろにエルグがぴったりとマーク、スリップ入ってます。そしてエルグがどうやらアウトから抜こうと、スーッとアウトに寄ろうとしてますね、まあ、ちょっとここは寄れなく、この辺がね、もう邦さんもじっと、もう本当に外から見たんじゃわからないぐらい寄ってますんで抜けません。さあ邦さん、ここでエルグがインから入ろうとしてますが、邦さんも分かってますね。悠々と邦さんが抑え切りました。このあたりはまあ相手の出方を十分に読んだというベテランの、ベテランの味ですよ。そんな感じでしたね、はい、11周目から12周目かかっておりまして、依然として2位争い、デッドヒートが続いております。さらにその後ろちょっと間を置いておりまして、4位のリースがつけてきているんですが、差があります。中段グループ、アチソンの後ろに先ほどからバトルを続けている25番の高橋邦光と6番のエルグがおります。直線コース、スリップストレーリングにつきました。エルグ、クリミスの先へアウトから行きました。はいはい、入りましたね。抜いた、さあどうだ、うーん、抜き切った。1コーナーの入り口のところをうまくかわしまして、エルグがクリミスを抜きました。スローでどうぞ。まあもうクリさんの後ろにエルグがぴったりとねマークしてますね。そしてもうこれもねかなりの勢いで迫ってます。でクリさんもちゃんと分かってます。しかしねこれだけのスピード差があった場合にはもうこのブロックのしようがないわけですね。でもう非常にクリさんのこの辺がねやっぱフェアだと思いますね。もう意味のないブロックはしません。あっさり抜かしてやりましたね。やはりこれも一つベテランの綺麗な走り味ですね。2番手争いの方、相変わらずバトルが続いております。10番のモレノ、8番の松本、こちらの方も激しいバトルが続いているんですが、松本がなんとかモレノを抜きたいところです。直線にかかろうとしております。後ろぴったりとつけている松本、チャンスを狙います。うまくいきました。直線コースで鮮やかにモレノをかわしました。では松本選手のレース前のインタビューをお聞きいただきましょう。
今日は5周長い35周レースですから、その辺は何か考えてますか？だからもうそういう余分なこと考えずにね、もうスタートして、例えばその3番手だったらそのままもうとりあえず走っていこうと。で、運よくトップに出られればね、そのままもうがむしゃらにね、もう何も考えずに行きたいと思う。モレノがピットロードへ入ってまいりました。抜かれた後のピットロードですから、やはりこれはマシントラブルだったんですね。何かおかしかったんですね。右に上げてますね今。リアタイヤがバイブレーションを起こしてるということを言ってますね。ですからどうしたんでしょうね。何かどこかあのタイヤに今異常が起きたか、タイヤ交換しましたね。そうですね、リアタイヤを2本とも交換してヒットを出ていきましたが、これはかなりのタイムロスであります。2番手いい争いをしていただけに惜しいところです。はい、惜しいですね。ただ一人トップを行きます。1番エプソンマーチ本田中島悟、13周目から14周目を取ろうとしております。すでに全日本と鈴鹿2つのタイトルを獲得しております中島。このグランプリのレース前、タイトル決まった後のレースとして走るのではなくて、今年毎回失敗してしまったスタートを反省し、絵に描いたようなポールトゥーフィニッシュを意識したいと、こう語っておりましたが、まさにその通りのいいレース展開になっております。その中島を追っているのが8番チームルマン松本圭司。しかし中島との差は手元計測で実に22秒45と差がついております。さらに3位にリースがおります。ヤマハ勢が2位と3位をキープしております。リース選手のレース前のインタビューです。ヤマハエンジン is very good and very happy with the as the season has gone on, it's come now very strong. Very happy with it. Better than Honda. Well, now it's difficult to say because it was 2 years ago when I drove Honda. But I get the feeling, and looking at the other cars, that it is probably a little better now than the Honda. I think maximum power is on the straight. Yeah. We're probably a little quicker. この前のレース、ブレート2004でも予選の中でしたが、スリックタイヤでいい走りを見せましたヤマハエンジンのリース。ホンダの中島と比較してみましょう。さあ、上が中島選手、下がリース選手ですね。これは2つの画面を合成したものです。一緒に走ってるわけではありません。ストレートの入り口のところ、全く同じポイント、ここで止めました。さあ、そしてスタートをします。上下に割ってますから、こうちょっといたずらでね、上の方が速いように見えますが、しかしこの辺りは全く変わりません。そうです。そして今グランドスタンド前、手前を通過します。第一コーナーの入り口あたりまでちょっと走らせてみましょう。電柱が見えてきました。はい、ポールが見えました。1本2本目で止めます。はい、止めました。さあ、ここまででリース選手は8秒23です。同じ位置まで中島選手を進めてみましょう。中島選手は8秒66ですから、リース選手の方がコンマ43速いわけですね。ストレートが速い、ヤマハエンジンが速いと、まあ、いうことになるわけですね。そしてこれから第一コーナーへ向かいます。第1コーナーはかなりリース選手はややアウトから通ってますね。中島選手はここ得意なコーナーなんです。もうこの辺はもうブレーキングをして、もうほとんどパワーかけていない状態で入りました。さあ、この辺りからパワーをかけ始めていると思います。中島選手のこの第1コーナーの突っ込みというのは定評があるわけですね。やはり F1 で鍛えた彼のスピード感の良さだろうと思います。決してリース選手は遅い選手ではありません。リース選手も速い選手なんですが、さあ、この黒い看板で飛びました。リース選手とほとんど同じところですね。そしてこの立ち上がりの小屋の手前、ここで中島選手は11秒53、リース選手は12秒00とコンマ47、わずかに速いですね。結局総合でもストレートからコーナーの出にかけて中島のテクニックが光るという感じのスロービデオでございました。ピットに入りましたのはモレノです。これがもう2回目になりますね。マシンをあっさり置いてしまいますとリタイアということになります。一体どういったトラブルがありましたのか、マシンを覗き込んでおりますが、後ほどまたピットから伝えてもらうことにいたします。3位以降の争いが目を離せません。モレノが落ちました。3位に浮上したのは同じアドバンティーム、11番のアディソンということになります。そしてその後ろ、6番のエルブ、25番の高橋邦光、16番の萩原、さらに若手3番の太刀、24番高橋健二と続いております。それでは10番モレノのピットなんですが、情報が入ったようで伝えてもらいましょう。どういうことがあったんですか？ディフェレンシャルのギアが割れちゃったんですよね。で、バイブレーションが多くて走れないということで、ね、まあ、最初に入った時タイヤ変えたわけですけども、あの時点からそうするとちょっとやっぱりおかしかった
そうですね、その時とにかくもうおかしくて入ってきて、ね、あそうです、ね、まあ、今日は星野選手もなんかデフじゃないかなんて言ってるんですけれども、あれですね、そうですね、あのね、デフは今ネックなんですよね。だから当然そう、チェックはしてるんですけどね、やっぱりたまたまスタートの時点で多分割れちゃったんだと思うんですよね。スタートのその最初からスタートの時からなってるって言ってますからね。どうも。激しい順位争いが続く中のマシントラブル、モレノがアウトしてしまったわけですが、デフギアの破損という部分、この辺がネックなんだという話でしたね。そうですね、やはりタイヤ性能が上がっているということは大きいと思いますね。またそれに応えるようにシャーシの性能、つまりサスペンションが非常に向上していると、しかもエンジンが向上していると、まあ、このエンジンとタイヤの間にあるのが駆動系、デフギアであるとかミッションなんですね。しかもドライバーがもうガンガンと踏み込んでいきますからね、容赦なく乗り込んでるわけです。ですから一番その弱い残されたデフギアのあたりがネックになってるんだと思いますね。まあ、各ドライバーともギリギリの限界まで、マシンを酷使していると、はい、そうなんです、いうことも言えましょう。そしてまたこういった形で一つ一つ弱点を克服して、まあ、技術が日進月歩進歩していくということにもなるわけでありましょう。とにかく1周ごとに1秒以上差をつけております中島、今年5度目の閉館、そしてグランプリ2連覇へ向けまして、北走る1番エプソンマーチホンダの中島会長そのようであります。陸戦の涙がこぼれたかオランダ坂、振り向けば転がりそうな車坂、金の根に励まされつつ上り詰め三年坂、差がつく高性能ガソリン出光無塩金アポロガソリン。モータースポーツを愛する全ての人にポテンザ。ブリッジストーン。全日本ロードレースチャンピオン平忠彦。ナンバーワンは厳しいトレーニングで勝ち取った。ターゲットは世界に。アライヘルメット、レーシングスペシャルティーズ。レースの方は終盤に入っておりまして、これが30周目です。ご覧いただいております競り合いは3番が太刀、16番が萩原です。両者の激しいバトルです。際どい競り合いになりましたが、太刀が踏ん張って萩原をかわしました。なんと言いましても、こういった若い選手同士、一つ一つの争い、競り合いというものが気になり、肉になっていくところがありましょう。若手2人のデッドヒート、興味あるところです。同じ若手勢の中でも26番の和田が実は13周目エンジントラブルでリタイアという状態に追い込まれまして、現在走っているマシーンは13台になっています。これは4位のアシソンです。8月の富士 F2 戦では雨の中でしたが中島を抜き去って待望の優勝を飾りました。さらにその1週間後には F1 のオーストリアグランプリにも出場しています。現在の順位を確認しますと、1番の中島は独走状態、さらに8番の松本が2位、7番リースが3位、その後アチソン、エルム、高橋国光、そしてその後ろ太刀、萩原が続いております。現在5位のエルム、そして6位の高橋国光、ご覧をいただいております。なんといっても高橋国光ベテランが鷲見さん、本当によく頑張ってますね。よく頑張ってますね。まあ国さんといえばもう45歳になるんですけど、この大ベテランなんですね、はい、とても F2 の走りとは見れない若かったんですけどね。まあ、しかもこの BM の中で、ね、トップなんです。予選も1分57秒115という好タイムマークしますね。まあ、とにかくこの二輪時代はホンダ車で初めてグランプリで優勝してますしね、はい、まあ今走ってますのは長谷選手にしても星野選手にしましてもね、みんなこの国さん憧れて入ってきてるんですね。とにかくもう私もね、もう本当に大いに励まされるんですが、まあ、若手のタチ、萩原とかもっともっと国さん見習って
って頑張ってほしいですね。目の前にいいお手本があるというところですものね、はい、その太刀と萩原が争いを展開している31周目なんですが、この若い2人もっと伸びてもいいような気もしたんですが、そうですね、まあ、とにかくあのデビュー戦でとてもいい走りをしてますしね、まあ、これからあの嘱望される若手だと思いますね。ただまあ、あの今のところこのやはり上の層が厚いんですね。ですからまあこうやって一緒に走ることによってですね、上の上手いドライバーたちの走り、これを勉強できると思いますね。はい、いずれにしても表彰台決してそう遠くにあるわけではありません。若い選手にもしっかり頑張ってほしいと思います。安定した走り、余裕のある走りを見せる中島、1番エプソンマーチホンダ、32周目に入ろうとしております。2位に45秒近い大差をつけました。向かうところ敵なし。いよいよ来年は F1 という噂もお聞きしてますが、いかがですか？いや、噂だけじゃないですか多分そんなことないでしょう。もう期待してますよ、ファンは。そうですね、僕が一番期待してる多分まあいつもよりグランプリは5周長い35周レースなんですけど、その辺はなんか特に、うん、まあ多分大丈夫でしょう。ガソリンをその分入れれば。はい、はい、力強いお言葉ありがとうございます。ようやくストレートへ差し掛かりました。中島との差はなんと44秒74あります。3位がリース、松本に9秒03遅れています。しかしこのまま行きますとヤマハが2位3位キープという格好になります。リースから6秒差、4位11番のアチソンです。そしてその後ろ、エルグ、国光、タチ、萩原、この辺りが激しい順位争いを続けております。まあ、グランプリは35周、いつもより5周多いわけですが、あるということに言えますからね。そうですね、まあ、本当にあのチャンスもありますし、またそれだけリスクもあるということが言えると思いますが、まあ、一つは、タイヤがやはりちょっと心配でしょうね。そこをやはりあの燃料たくさん入れてますから重くなってますしね、ドライバーのドライビングもやはり5ラップと言いますから約30キロほど多く走りますので、はい、そのあたりのスタミナの配分、まあ、いろいろあると思いますね。マシンの状態、その他それなりに気を配らなければならない部分が増えてきているわけでありますが、なんとして周囲の方は中島、こちらの方はある程度タイヤをかばうような走りになってきたのかもしれません。33周目に入ろうとしている中島であります。ラップタイムの方は1分59秒台とちょっとペースを下げました。それでも松本と全く同じペースであります。グランプリレースはあの5周長い35周レースだということで、そのプラス5周分というのはタイヤを作る上でですね、何かやはりあのお考えになっているわけですか？やっぱりあの特に注意しましたのはあの摩耗でございますね、はい、去年一昨年ですか、敗れたということになっておりますので、それは最後の5周が意外に効くということで、やはりあの最後までラップをキープするようにですね、特に摩耗とかその辺を特に注意してやってます。はい、特に悩みましたのはどっち、本当にソフトでいくのかミディアムでいくのか、その辺を特に注意してですね、まあ、チームドライバーとも話してまして、暑くなりましたんで路面温度も30度になってますんで、全員ハードで走ってます。はい、はい、どうもありがとうございました。11番はアチソン、現在4位。このアチソンを先頭にして中団グループ、激しい順位争い、一つでも順位を上げようというバトルになっていますが、5周多い35周のレース、大変な話がありましたが、堤さん、他にもやっぱりいろいろありましょうね。そうですね、やはりあの、まあ、タイヤというのはでも、まあ、非常に重要でしてね、最後までもこれに頼っているようなわけですから、ですから今のように、まあ、今回あの温度は気温がというか温度が意外と高いんですね、ですから、まあ、みんなハードだということなんですが、まあ、それもあるし、あとエンジンもちょっと心配ですね。3番のタチがピットロードへ入りました。萩原とはなかなかいい争いを見せていたんですが ね、29周目では7位に上がっていたんですが、それだけこう終盤観客の目を喜ばせていたんですが、ピットロード、バンカムリが出てますね。エンジンですね。とにかくもうここまでこのショートヒートでここにピットにしたんじゃ、もうちょっとそうですね、おそらく戻すことは無理でしょうね。まあ、しかしよく前線しましたタチ、一応ピットアウトしますが、順位の方はこれ以上は望めないところでしょう。さて松本です、2位、残りが2周になりました。しかし中島との差が46秒ありますから、これも逆転をちょっと無理、ほとんどもう中島は見えない状態になります。そして3位のリース、松本との差が9秒24、
まあ、このままフィニッシュしますとヤマハは2位3位ということになりそうであります。4位グループは依然としてブルーヒート、11番の秋さん、6番のエルム、25番高橋邦光、順位争い目を離せません。16番の萩原がその後7位になります。アキさんとエルムの攻防、相当これ強引に入りましたね。はいはい、そんな入りましたね。強引に行きました。エルムがインから抜きました。エルムが前出ましたけれども、あ、スローが出ます。アキさん見てください。はいはい、アキソンのアチソンが盛んに抑えてますね。抑えてるのをね、なんだと、こういや行くんだということで、エルムが思いっきりインガーですね、まあ、こっちからインガーに入りました。そしてもうギリギリ白線ギリギリの上に乗ってますよ。そしてここで入ったアチソンはまだアチソンブレーキングしてますね。ブレーキングがちょっと遅らそうとしたんですけど、これエルゴの方が頑張ったんです。でここでアチソンがおっとブレーキかけましたね。煙が見えました。ギリギリまで頑張りました。素晴らしいレースです。エルゴが4位に上がりました。11番のアチソンは24番のクリスに向かっておりますが、これはどうしたんでしょう。何かありましたか。順位を落としてしまいました。トップの中島の方は早くも最終ラップであります。エアピンを通過して残りあと半周というところ、全くも危なげありません。堤さん、今シーズンの中島、まあ、今日のレースが象徴しているような感じなんですが、圧倒的な強さですね。もう本当に強いですね。もう一言強いと言いたいですね、はい。まあ、これももちろんあの中島選手の精進の賜物だと思いますね。やっぱりあのホンダの F1 のテストをこの鈴鹿でやってます。そこでもう非常に彼は燃えるものが多く、ものすごく身近に強くなってますね、まあ、ただそれだけじゃなくて、彼のチームのバックアップ、はい、チームの体制もいいですね、まあ、中島選手はこの田中宏監督といういい監督に恵まれまして、まあ、この2人のコンビネーションの良さ、まあ、この辺り、それがまあ両循環を作ってると思いますね。いよいよ最終コーナーにかかりました中島です。ゴールはもう目の前であります。最後のストレートにかかりました。圧倒的な強さを見せました中島、今はゴールインです。ピットクルーも安定した走り、全く脂身のない中島の優勝、手を握り合って喜んでおりました。中島、ウイニングランに入っておりますが、悠々と右手を上げています。 V サインを出しました中島、今年5勝目になります。2年連続4度目の鈴鹿グランプリ制覇であります。ようやく2位の松本が最終コーナーに払おうとしております。また大きな拍手を受け、ゴールへ向かっています。中島に48秒差をつけられましたが、しかし山本の最高位2位で今ゴールインです。6位7位24番の高橋健二と16番の萩原の争いが続いています。3位山本リース、高橋健二は1周の間に8位から6位に順位を上げました。4位エルム、5位高橋邦光ゴールイン。最後の最後でバトルを続けました24番の高橋健二と16番の萩原ゴールインです。6位7位です。アチソンはその後ということになりますが、遅れました。ピットの方からの情報では左のリアタイヤがパンクしたらしいということであります。悠々とウィニングラン、右手を上げて観衆の拍手に応える中島、結果はご覧の通りです。ヤマハ勢が今年最後のレースを最高のレース展開、2-3 フィニッシュで締めくくりました。高橋邦光も鋭い走り、各コーナーのファンを喜ばせております。メインスタンド前に中島戻ってまいりました。おめでとうございます。最後もきっちり1位で飾ってくださいましたね。おかげさまで。今シーズンね、今日はもうスタートからゴールまでもう今までの分を取り返したような大独走だったんじゃないですか。ありがとうございます。その辺はもう今日はもう思いっきり走ったんですか。そうですね、もう、ね、誰が敵ってんじゃなくてね、もうとにかく最後5周ぐらいは別だけど、あとはもう目いっぱいね、いるいないに関わらずね、走りました。パーフェクト、納得いくレースでした今日は。そうですね、はい、どうもおめでとうございました。おめでとうございました。誰が敵というわけでもない、とにかく気を緩めるわけにはいかなかったという中島なんですが、結局それはチャンピオンとしての自分に対する誇りということだったでしょうか。そうですね、とにかく、まあ、彼の言葉に重みが出てきてますね、まあ、見てましても非常に安定したいい走りしてましたしね、まあ、本当に中島強しという感じなんですが、でも本当は彼やはりですね、星野選手が交えた中で戦いたかったんじゃないだろうか、勝ちたかったんじゃないかなという気がしますけどね。ちょっぴりその意味では中島自身にも寂しさあったかもしれませんね、はい、表彰代表会心の笑みを浮かべる中島です。続いては
おなじみ車内カメラ搭載のシティレースをご覧いただきましょう。カメラは前回同様カートップ編集部員の中谷明彦選手のマシーンカーナンバー8に積んでおります。予選6位からのスタートです。前回に続いて今回のカートップの中谷がお相手します。今日は、僕の誕生日なんでいい成績は残したらなと思ってます。よろしくお願いします。前にいた柏谷選手が非常にバツイチだとして僕もちょっと巻き込まれる感じで遅れてしまいました。1コーナーは非常に危険です。いつもちょっとあれですね、タイヤがまだ山が向けてないんで非常に苦しくなってます。八王子ホンダの車の方がそんなに速かったです。これは抜かれちゃうかもしれません。抜かれました。残念。非常に速いですね。ここで抜かれてもまあ次がストレートなんでスリップに入れればそれスリップを使って追いつかないですね。スリップストリーム使っても全然追いつきません。これはもう抜く手がないということになってしまいます。なんでいつも僕らストレート遅いんでしょうか。とっ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 と八王子中央ホンダの中島選手がひっくり返りそうでした。完全に並ばれてしまいます。これは抜かれてしまうかな。なんとか分かりました。ちょっと今フェイントが分かりました。中島選手が勝負に出ました。僕はお友達だから抜かしてくれるかというときっとそんなことはない。特に入れてから村松選手全然伸びてませんね。悪いけど先に行かせてくれるかな。柏谷選手もものすごい勢いで村松選手を抜いてしまいました。怖いな。村松君がうまくブロックしてくれると僕は助かったんですが、いやちょっと甘かったですね。この宙は抜かれますね。スリップを使ってますか、柏谷選手。今スリップから抜け出ました。これは抜かれちゃうでしょう。完全に前に出られたので譲ります。そういうフェアの選手でレースをやってもらいたいですね。もっと危ないよ。この車も去年は松田秀選手が乗りまして、まるまる2シーズンも一つのエンジンで過ごしてきましたんで、この間転倒が2回、エンジンのオーバーヒートは数知れず、まあ、よくこんだけ走ると、そういう意味では逆に大したもんだと思ってますが、やっぱ優勝を狙うとなると、こういう状態ではいけません。シティレースも今年最後ですからね、優秀の美を飾りたいというのはちょっと甘かったですね。結局レースは98番黒木健二が優勝。ポイント争いトップに立っていた溝川は2位に終わりました。この結果黒木が逆転、シリーズチャンピオンをものにしております。長谷選手はカメラの重量がハンディキャップになりましたが、結局6位でゴールへ向かっています。やりました。なんとか完走だけはできました。あんまり不明な成績ではないですけども感想です。西日本鈴鹿シルバー、東日本そして鈴鹿レディースの得点上位者によってシビック日本一を決めるシビックジャパンカップはポイントリーダーの中野拓司が10秒の大量リードで優勝です。
F3 チャンピオンレースはポールシッターの佐藤浩二が2位以下に36秒もの大差をつけて優勝、鈴木亜久里、兵頭修司と争っていたシリーズチャンピオンをも手中に抑えました。グループ A レースは計10台のみのエントリー、ちょっと寂しいレースになりましたが、予選から素晴らしい速さを見せておりまして、山崎義臣が他を寄せつけずに優勝。FJ1600 チャンピオンレース、52台ものエントリーがありました。決勝は30台によって争われましたが、レースはポイントリーダーの南瀬茂樹が優勝、シリーズチャンピオンに輝いています。グランプリレースを終わりまして、今日のレースを、あるいは1年のレースをかみしめながらレースファンが帰路についております。堤さん、1年振り返っていかがですか？そうですね、やはりあの中島選手の強さ、そしてまあ本当に不運だったこの今画面に出てましたけど星野選手のトラブル、そしてこのヤマハマシンの活躍、はい、まあ、そんな感じですね。でよく考えますとね、なんか今日のレースがこの1年間を象徴してたような気もしますね。本当にそうですね、1年間のいろいろな出来事が今日全部こう凝縮されたという感じでしたね、まあ、それにしてもその中島の強さ、来年はどうでしょう、ストップザ中島、これが合言葉になりませんか？そうですね、まあ、とにかくこの日本の F2 レース非常に厚みを増してきてます。来年が楽しみだと思いますね。解説は堤智彦さんでございました。始まっている。コーナーの E が、340E が新登場。リッジドーン、アフリカサファリラリー、過酷な大自然、限界までパワーを出し切る車、マシンの性能を 100% 引き出すクレ556、心強い味方だ。あのサファリラリーでも威力を発揮、世界のドライバーが愛用しているクレ556。この番組はブリヂストン、秀光興産、アライヘルメットと、ご覧の各社の提供でお送りしました。水汲みに語る。